我々は YouTuber 金曜日日曜日担当のトラです。今日はクリンチをされた時の対処法について紹介します。でクリンチっていうのは生えててこう絡まった時のことをクリンチっていうんですけど、まずこう相手の左手をクリンチ状態から状態下からこの状態から手を抜くっていう動作なんですけど、今クリンチした時僕の左手を掴んでる状態なので、こっちの左手を後ろにグッと引いて引くと手ほどけるんで、その後にこっちの引いた手でアップストレートを返すことができます。で次右なんですけど、次はこう右手をクリンチした状態からの想定なんですけど、この時も先と同じようにこっちの右肩後ろにグッと行くと手が抜けるんで、その後にアップアップ返すことができます。それをミッドでやってみます。ではミッド打ちで今からやります。でまずは左手を掴んだ状態からのミッドのコンビネーションなんですけど、この時に先と同じように後ろに引いた後に引いた手で返す。で、その後です。40万、40万です。あ、待つ。いいよ。はい。じゃあ次は。じゃあ次、相手の右手をクリンチの時の対処法なんですけど、この時に先と同じように右肩を後ろに引いて、引いた手で返す。その後に。あの、やみたい感じでクリンチをしてされた手をしっかりと後ろに引くことで手を抜けるんで、その後に引いた手で返すと反撃することができます。以上です。一言最高。